松下校は、作曲家、合唱指揮者、編曲家として幅広く活躍している、音楽家である。日本合唱指揮者協会、国際古代協会の会員、日本作編曲家協会会員、東京都合唱連盟副理事長、機関し、合唱表現代表、東京都武蔵野市出身、東京都立日野高等学校で合唱を始める。 国立音楽大学作曲家を主席卒業。1994年、合唱音楽の研究のため、ハンガリーに留学。ハンガリー放送児童合唱団の指導アシスタントを務める。帰国後、合唱団の耳を育てることを主眼に置いた、純正率の響きに彩られた、無伴奏合唱作品を精力的に発表し始める。なお、2000年代に入って以降、 ピアノ付きの合唱作品が増えつつある。作曲する作品のほとんどが合唱曲だが、その他の作品として、サクソフォーン四重奏のためのアマミ、オーケストラ作品、デプロフォンディス、オルガン作品、ラレベーラチェウナディディオと多岐にわたる。2001年に交友会を結成、各合唱団の音楽監督、指揮者として全日本合唱コンクールや、 海外のコンクールで優秀な成績を収めている。交友会は2019年現在14の合唱団を要する。自作品の初演式や CD 録音、国内外の合唱曲の紹介なども精力的に行っている。2001年2005年にドイツ、マルクト・トオーバードルフにおいてカール・オルフ賞を連続受賞。合唱音楽の国際的な貢献に対して贈られる。 賞であるロバート・エイドラー合唱音楽賞をアジア人で初めて受賞した。東京国際合唱コンクール、日本国際合唱作曲コンクール、軽井沢国際合唱フェスティバル等のイベントを主催し、2017年には東京国際合唱機構を設立、代表理事に就任する。また、2010年3月まで NHKFM の番組、ビバ 合唱のパーソナリティを務めていた。松下本人は、帰関し、合唱表現第4号で、できるだけ、多様のタイプの合唱曲を書きたいと前置きしながら、自らの作品をも種類にカテゴライズしている。以下、その分類に従って列挙する。オリジナル曲、ヘブン、ハイパーディメンショナルピュアリティマイナス編曲もの、無伴奏作品楽器を伴う作品特に断りの、ないものは、 ピアノ付き合唱曲以外の作品、ありがとうございます。